薄い手相の持ち主が持つ最強の特徴、薄い線は本当に運気が弱いのか、徹底解説。今回は一応主要な線はあるけど、なんだか全体的に線が薄い、運気が弱いのかも、そんな薄い手相の持ち主の特徴、性格、運気について決定版的内容でお届けします。該当する方はもちろん、手相に興味をお持ちの方もぜひご覧ください。手相の線やシワの濃さや太さは、その線の意味することがどれだけ明確に現れるかに影響します。線が薄いと確かに運気が弱い場合もありますが、単に違うだけで個性の場合もあります。6つの主要線の濃淡による意味の違いを今回は見ていきましょう。運命線の濃淡、例えば手相の中でも非常に重要な運命線、中指方向に伸びる縦線がありますが、この線は意志の強さや使命感の有無に関係します。濃く太い人は意志強く使命感に燃えながら自分の人生を歩み、社会的な実力発揮度も高い方です。運命線の濃淡に、しかし我が強く頑固者で、世界がこういう人ばかりであれば殺伐としてしまいます。薄い人は明確な使命や意志を持たないことが多いですが、他人に譲ったり思いやりが強かったり、潤滑油となれる人です。人として違うだけで個性ですし、これはこれで社会で貴重な存在になり得ます。運命線の濃淡3、運命線の薄い人は社長やリーダーとなるタイプではないことが多いですが、協調性が高いので会社で大活躍されていらっしゃる方も多いです。また傾聴力や思いやる力が強いので、カウンセラー、それこそ占い師などをやっても大成します。生命線の濃淡、生命線も見ていきましょう。生命線の濃淡は体力や気力とそのままリンクします。濃い場合は体力、気力が十分、一本の線として綺麗につながり、なおかつ中指中央から下ろしたラインより張り出ているならば、さらに理想的な健康体の持ち主です。生命線の濃淡に、薄いという方は体力や気力が若干不足気味です。不節制や運動不足などにより肉体の調子が悪いこともありますが、精神的なことに起因している場合もあります。良いとは言えない薄い線ですが、大病を患う前の警告として捉え、改善のきっかけになったと前向きに考えましょう。頭脳線の濃淡、頭脳線はあなたの能力や才能が最も的確に現れる線ですが、実はあまり濃淡では見ません。どちらかというと長短やその線の向かう角度の方が大切です。薄いからといって特段の心配は必要ないでしょう。感情線の濃淡、感情線は性格や恋愛傾向などが読み取れる線ですが、こちらもあまり濃淡で見ることはありません。乱れや途切れが多いため、そうした部分に着目したり、長短や線の位置、向かう方向性の方が重要です。詳しくは過去動画でも解説していますのでご確認ください。結婚線の濃淡、結婚線は小指下の手の側面から出る横線としてよく知られますが、この線は線の数、位置、向き、分岐、形状が大切です。こうしてみると薄いからといって悪い線というのは意外とないですよね。結婚線の濃淡に、ただし時折そんな結婚線に縦の薄い線がいくつか入っているというパターンがあります。これは結婚線を見るときの一つの重要なポイントでして、本人に結婚願望がない、あるいは結婚したいと思えるほどの人物にはまだ出会っていない、そういうことを意味します。太陽線の濃淡、太陽線の濃淡には明確に運気の強さが影響してきます。太陽線の示すものは名誉、金運、人気、芸術的センスなど、どれも多くの方が持ちたいとは思うものの、全ての人が得られるものではありません。薄いより濃い、短いより長い方が運気に恵まれていて吉相であると原則的には言えます。太陽線の濃淡に、とはいえ今はない、もしくは薄いという方も安心してください。この線は後天的に出ることが多く、日々の努力、言動次第で中高年になってから現れることの多い線です。慌てず
着実に濃くしていけば良いのです。薄くても大丈夫。手相の世界では運命線と生命線で全体の8割がわかるとも言われます。それに加えて感情線、頭脳線、太陽線、結婚線の4つの主要線を合わせれば大体をカバーできます。その点において意外と線の薄さは影響しないかもと思った方も多いのではないでしょうか。単に特に重要ではなかったり、個性であったり、重大な病を事前に知らせてくれる必要不可欠な警告であったり、努力すれば後天的にどうにかなるものに過ぎません。ぜひあまり気にせず自分を生かしながらいい線が出るようにと工夫を続けてみてください。このチャンネルでは珍しい手相の紹介などたくさんの手相動画を投稿しています。説明欄箇所には再生リストもありますので、ぜひ続けてご覧いただければ幸いです。高評価ボタン、チャンネル登録も大変嬉しいです。